はい、どうもこんにちは、フーガーです。今回はね、にゃんこ大戦争やっていきますが、ガマトと探検隊ですね、まあ近況報告って言っちゃうんですが、レベル20になりました。はい、ということで、まあ、下っ端みたいなのが何人か増えてるんですけど、これね、かぶっちゃってわかんないんですよ。1、4で合計で4人くらいか、わかんない、ちょっとバラしてみよう。まあ、こんな感じですね。まあ特別面白いというわけではないんですけど、まあ、この探検日記はちょっと見ててニヤニヤしてますね、一人で。はい、まあ、今回は飛ばしますけど、はい。まああのね、手に入るアイテムもステージが上がるごとに変わってきて、ここね驚くほど何も手に入らなかった。猫缶ずっと手に入ってたんだけど、何にも手に入らなかった。本当に猫ポンが1回出たくらいかな。ここにレベル上がるまでずっとやってたんですけど、トレジャーレーターが全く出ない。欲しくてやってたんですけど、これよく出るんだね、キャッツアイ EX。 でもネコムートとかバルキリーとかは、レベル上限解放できないんで、まあ使ってないですね。結構8個ぐらい溜まってるんですけど、使い道が今んとこないという。まあ旅に出させましょう。4人でした。可愛いな、ほんとこいつらも使えるようになったりしないかな。せっかくモデルがあるんだからさ。はい、ということで今回は、なんとダークネスヘブンというのをやっていきたいと思います。毎週水曜日に出てるらしいんですけど、まあ僕はずっと眺めるだけでした。はい。まあこのメンバーでいきたいと思います。黒い敵、浮いてる敵ということで、ブラックサイクロンというのがまた出てくるんですけど、まあ今回もサイクロン系ですね。まあみんな大嫌いサイクロン系ですよ。サイクロンは、まあ、挑戦したことあるんで分かるんですけど、まあ、結局負けてるんですけどね。どれ、ハリケーンサイクロンだけ勝ったんですよ。一番強そうなんですけどね、なんか。サイクロン系で。まあ、全部は出してないんですけど、なんだろうな、ホワイトサイクロンとか、もうなんか手つけられなかったな、全く。はい、ということで、まあ、サイクロンも埋めていけたらなと思います。倒していきたいですよね。はい、まあ、ここら辺倒したかな、全部。まあ、こんな感じですね。はい、ということで、じゃあブラックサイクロンやっていきたいと思います。戦術としては、まあこの2匹ですね、ふんどし猫と、なんだっけ、ふんどし猫と猫ラマンサー、この2匹は結構評価も高くって、結構使ってる人も多かったですね。はい、まあこれ使ってくださいよっていうのも多いですし、まあ浮いてる敵に対しては万能なキャラクターなんじゃないかなと言われています。生産速度もまあぼちぼち遅くはないですからね。はい、まあ浮いてる敵と一瞬止めるのとぶっ飛ばすで、まあ信長は例のごとく止めると 100% 黒い敵を。で浮いてる敵に対して強力なのがウィンディちゃんなんで、ウィンディちゃんこれ第3形態になってるかな、ちょっと待ってよ。多分なってると思うんだよな。黒い敵はもう織田信長で一強なんで、あ、そっか、全然分かんなかった。あー、分かりづらいね。変化が分かりづらい。そうですね、レベルもちょっと上げたいですよね、ちゃんと。もうなんで29で止めちゃうんですかみたいな。コメントありましたけど、ベルセルクとかね、なんか上げなくても、まあなんだろう、使えたんだよな。そんなに上げなくて困らなかったことないんですけどね。まあ、使う時になったらあげますよ、そりゃ。ドワッと。そのためにちょっと XP を溜め込んでるというか、全然溜まってないですけどね、今ね。はい。まあ、黒い敵、浮いてる敵なんで、まあ、この2匹が妥当なんじゃないかなと思います。まあ、他の編成したらもっと早く倒せるかもしれませんけど、僕はこれでいきたいと思います。で、どうしましょうか。猫本、まあ、使っちゃうか。さっきからいくらでも手に入ってますしね。ガマトトでね、はい、ガマトトでなんか手に入るんですよ、なんか知んないんですけど。じゃあやっていきたいと思います。進撃のクローズ激ムズということで、いやー、ここら辺もやっと挑戦できるレベルになってきたのかな。まあ攻略次第なんですけどね。まあ攻撃するとブラックサイクロンが出てくるという仕組みになってるんで、はい、だろうな、化け物なのかな。本当のレアキャラクターって一番強いですよね。
反応というか、こいつさえ出しとけばなんとかなるってステージも多いですからね。まあ一応野村が出してみましょう。ほんとすごいと思う。あ、ちょ、バルキリー出すの間違えちゃった。先にウィリー出しておきたかったのに、バルキリーはあとおまけで出そうかなって思ったんですけど、先に出しちゃいましたね。ジェムも一応溜め込んでおこうか。信長さんが止めてくれるときにもうバンバン叩けるよね。ほんと黒い敵に対しては、まあ、使いたい方さえ間違わなければ、もうやばい、ちょっとウィンディーちゃん出すの間違えた。よっしゃ、これなんだっけ、名前忘れちゃった、あの赤いやつ。ニャンダムだっけ。ニャンダムもまあ邪魔だと思うんですけど、そんなに黒くないですし、はい、下げてますよ、下げてますよ。ふんどしかな、ふんどしが頑張ってくれてるのかな。信長が一応吹っ飛ばすあれはなかった。お、バルキリーもいいね。バルキリーが地味にね強いんですよ、最近強さに気づいてきたというか。猫本いらなかったかな。でもそんなに猫本使って倒すと、うわーやばい、あのニャンダムで信長体力低いんですよ。一回あのノックバックしたら終わりなんで、あ、もう決まりましたねこれ。地味に城の体力になってますから、城が消えるかサイクロンが消えるかですね。ニャンダムもかぶって攻撃、かぶってって何攻撃してるか分かんないし。よし来た、やりました。いやー、どうだったんだろう、なんで、なんだろうな、なんだろう、後味悪いな。なんだろう、誰がその止めてたのか攻撃してたのかっていうのがちょっと分かりづらかったですね。サイクロンがちょっと動かなかったんで。はい、ということで黒い敵に対して信長はもうほぼ必須ということが改めて分かりました。ウィンディちゃんも結構決め手にはなってたんで、あれ、なんか手に入るって書いてあったんだけどな、あれ、猫風呂たまにかよ、くそー。猫ブロンズ、はい、たまに1回だけということで、うわマジかよ、ちくしょう。じゃあトレジャーレーダー使って一応ゲットしますんで、じゃあ後日どんなやつかっての報告したいと思います。メタルを吹っ飛ばすんだっけ、唯一メタルを吹っ飛ばす敵として出てたんですけど、唯一だったかな、わかんない、なんかメタルに有効だった気がするんで、なんだろうな、猫ブロンズ、想像できねえな、全くわかんねえ。ということで、まあ猫ブロンズは後日どんなやつかっていうのを出したいと思います。できればその時にメタルが出てくる、まあニャンチケでもいいですから、そこら辺で動画出したいと思います。引き続きレジェンドも進めていきたいと思います。で、今月はですね、禁断の花嫁もやっていきたいですし、まだ大狂乱はまあ全然できないですね。あのね、なんだっけ、あのユニットが全然ダメでした。攻略サイトとか見てもそのやっぱり激レアキャラクターがいちいち筋違いなんですよね。キャラクターが全然揃ってないんで、あと波動を無効化できるやつが、あの前田刑事がいるんですけど、まあ先日ゲットしたんですけど、第3形態にしたいんですけど、まあちょっとなかなか集まんなくって、そう、第2形態まではほんとカスらしいんで。で第3形態で急に評価が上がってて、波動の無効化もできるらしいんで、なんだ、幻獣ガオだっけ、あれがない僕としては前田刑事は本当ありがたい存在なので、まあできたら進化するだけでお会いできたらなと思います。はい、ということで猫ブロンズはまたやっていきたいと思います。また報告ね、はい、まあ、スペシャルステージとかこういうの毎週出てるステージもクリアしていきたいと思ってますんで、大狂乱本当ユニットが揃わないと全く僕手つけられないんで、また今度にしますね。もう今度っていうか当分先かな。年内にできればいいけど。あと半年だぞ。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。